速化塾の久保ですすおはようございます今日もよろししくお願いします、まあ、今日のテーマは、ね、言いたいことを言っていこうみたいな形でお届けしたいんですけどもえ速果塾のジェネシス2もですね2019年1月から始まって3月までの予定でしたけども延長期間を4、5 6月と設けましてさらに789月とです、ね、延長期間を設けております、まあ、当然なんですけども10月11月12月も即果塾ジェネシス2というねこの変わらないテーマでお送りしていきたいんですけども結局これはですね 言言いたいいたこここととを言っていこうってことなんですよ皆さんもね感じることとかあると思うんですけども周りの人になんかこんなこと言ったら白い目で見られたら嫌だなとかね思うことあると思うんですよ例えばね私がしばらくお伝えしていったものの中にうんと、まあ、政治絡みのことがね結構あるんですよ N 国党と言われるね政党のこととか令和新選組みたいなねこの2つってのは SNS を中心にまさにね伝えたいことを伝えてきて台頭してきた政党だと思うんですよね えでも既存の政党っていうのはまあ言いたいことも言ってるんでしょうけど、どちらかというと及び腰と言いますか、ねえまあ別に国民感情を考えないのがいいってことではないんですけど、も本当に必要なものは何なのかなとかっていうことをね訴えかけていかなくてはならない、国民の立場に立って言わなければならないんですけど、もどちらかというと既存の政党っていうのは権力者に忖度しているような、権力者が気に入るようなことを言って成り立っているのかなと私は感じるんですよ。そういうい意味でね私たち個人個人人が 本当に言いたいことを言わずにこれを言ったら怒られそうだから褒められそうなことを言ってみようかなっていう風にしてわざわざ自分の心にもないことを発信していくことって多いんじゃないかなと思うんですよねさあその中で,ですね。 あの私は特に、ね、どこかの政党に所属しているわけではないんですけれども、まあ、言ってみれば、ね、世の中にいろんな考え方、いろんな派閥があるんですよ、それは、ね、個人個人が思想の自由とか言論の自由とか行動の自由がありますので、何を考え、何を思って、何を発信して、えー、誰のところに駆け込むかというのは自由なはずなんですよね、本来ね。でもなぜかですねこういう人見るんですよ、えあんな政党を支持してるのえどこどこの何々が好きなのん何々のこんなことを勉強してるの いや,ーいやですよね私はねえ、ほばの商人さんでもそうですし、立正構成会でもそうですし、まひかり様とかね、朝起き会とか、どんなところにも分けへなくてなく、門戸を開いて、ですねそして、えー、その分野で頑張ってる人のことをやっぱり尊重したいなと思うんですよ、自分がやっぱりね、是とすることじゃなくても、自分と意見が違っても、違う意見に対して、ものすごくね尊重心というのを持っていこうかと思うんですよ。ただそうではなくて中にはですね 自分の考え、主張と違うものは攻撃する、排除する、白い目で見るっていうそういう風なね先入観を持った文化のある人も確かなんですよ、そういう方がねやっぱ皆さんの周りにもいるのかなと思いますし、皆さんが多分、みんなはこう思ってるのかなっていう風な偏見と先入観で周りの人を見ている面もあると思うんですよ。いやいややそんななこと関係なくまずはね 思っったよううにやってみましょうでもしね、ね迷惑をかけたり間違えたってことが分かったら、それはその時にきちんと謝って修正すればいいと思うんですよ、えー、もちろんね即下塾に入るのが恥ずかしいと思っている方いるかもしれませんし、即 <laughs> 下塾の久保と関わりを持ったらねなんか白い目で見られるっていうのはこれ私の責任も大きいんで、ですねそこはですね改めていかないといけないなと思いますけども、も特にね自分が信じたもののために、そして悪いことをしているわけではないという,ふうに思うんでしたら、それはですね行動の範囲、許される範囲で堂々とするべきかなと思いますよね。 まあそういうことを今日はねお伝えしてこれからの私の情報発信もしっかりやらせていただくということに変えさせていただこうかと思いますもちろんですね誰かをこう非難したり批判したり差別したりという発言は発信者としては厳に慎まなくてはならないところと,とそういうふうな考えを持つような脳みそを作らないようにね慎重にならなければならないかなと思います今日の動画のまとめですけどもこういうことになります人をを褒めるる言言葉、葉き上げる言葉を 見ること探すことに敏感になっていくとそういう言葉を自分も使いたくなるんですよでも人を揶揄する言葉とか貶としめる言葉を探すのが好きになるとかねそういうことがついつい目についてしまうっていう人はそういう言葉を使いがちになってしまうという法則があるらしいんですよ皆さんがこれを、ね、どう考えるかは自由なんですけども例えばね人をバカにするような言葉を乱立されているような掲示板とかサイトとかそういったテレビ番組を見てしまうとその言葉を覚えてその言葉を使う瞬間が出てくるんですよね まあでもね人を褒めたりとか美しい言葉とかあとっても素晴らしいねあの、まあ、名言とかねこういったものにいつも触れているとおいろんな文学とかね歴史とかそういったものに触れていると美しい表現を自分でも使いたいなと思うわけなんですよ。うん例えばね、まあ、あの男性でしたら女性にやっぱ愛しているという言葉をねしっかりと言える瞬間があるかなとこれはねあのそういう言葉を言うシチュエーションに何回も何回も立ち会っていると自分もこういうふうな表現をするべきだなって思ったりするんですよ。 そしてそういう言葉を使ったりするということですよねどうでしょうかねやっぱり励ましたりとかね愛情表現をしてされて嫌な気持ちがする人ってあんまりいないと思うんですよむしろ逆にですね人をバカにしたりとか尊重しなかったりってことに対しましてはやっぱりねいろんな嫌な思いすると思うんですよねまあそう考えていくと私たちが 発する言葉っていうもの、言霊っていうものには本当に魂がこもってるなと感じる今日の朝の放送でございました。辻元さんおはようございます。それでは、ね、本日もよろしくお願いします。今日は資源回収なんでもう行ってきますね。失礼します。段ボール出してこよう。